いて、もう何してんのバカ。あ、見てんだお前。どうもこんにちは、ボンドと申します。今日もヨカウチ3すき焼きやっていこうと思うんですけど、今日は稲穂ちゃんじゃなくてボンドロンドくん、ケイタくんのところに行くところから始めるらしいんで、行ってこう。リンク出たヌー、およいよ新しいヌーが追加されました。これはおお、今回は遺跡に巡るオーパーツの特集でウィス。オーパーツ、古代の文明では考えられない技術で作られた不思議なもの、つまりお宝ってことでウィス。へぇ。でもこの街に遺跡なんてなさそうだし、今回の記事は関係ないかな。いや、待ってください。この街のことも記事になってますよ。ほんと？この記事によると、この街で遺跡を発見したという人がいまして、セントピーナッツバーグの川のどこかに小さな島があり、そこにある遺跡でオーパーツを発見したそうでウィス。で、オーパーツってなんだか教えてほしい。そもそも。川のどこかってあの川いっぱい枝分かれしてるにゃん。どこのことにゃん？確かに。それが詳しい場所は書いてないのでウィス。とりあえずマックに話しに行こうよ。大人気かマック。あいつ、何もしないくせに大人気か。なんで俺がいちいちマックのとこに出向いてやんなきゃいけないの？お前から来いってたまには。めんどくせんだけど、いちいちお前のとこに行くの。お前、ボートも焦がねえで、おい。もううぜ、ちょっと見て、こいつのファッション。ちゃんとつけろ、左の方も。右か、右の方もちゃんとつけろって。マック、冒険しに行こう。ルフィかこいつしか言わない、それ。お、いい情報が見つかったのか。冒険で言うからには、でっかいものを追いかけないと。川のどっかに遺跡があって、オーパーツってお宝が眠ってるんだって。遺跡にオーパーツ、お宝。面白そうじゃねえか。味方での冒険にぴったりだな。早速冒険しに行こうぜ。そうこなくっちゃ。俺がな。俺が行くんでしょ、毎回。めんどく、ちょ、違う違う。めんどくさいって、これ。マックもやれな、右側。あ、でもお前、銭湯の気分なんだよ。そこだしか、俺が。あ、ちょ。行くよ、見てて。こいつぶっ殺すから。もう横からは聞いてない。あ、ぶっ殺せ。使えねえ。使えねえよ、ウィスパーが。雨が降ると川の流れも変わります。ご注意を。いや、もういいや。大丈夫だろ、多分。多分持つだろ。じゃ、これさ、イカダの体、え、エンラインがいいんじゃん。ねえ、敵かい。え、終わった。おい、いや、無理、大丈夫だったじゃん、今。そしたら、ナイス？殺そう、殺しに行こう。俺、オッケー。いなんかいる、なんかいる。なんなの、DJ カッパ。ちょ、長くね？このもういいって。なんか、いるよね、こういう人。一回面白いって言われた流れをさ、もういいよって時までずっとやっちゃう人。もうそんな感じだわ。やべ、死ぬ。死ぬって、ちょっと待って。死ぬって。大丈夫これ。大丈夫そう。丁寧に行こう、丁寧に。あぶれ、いれ丁寧に入れて、いけ。あぶれあぶれ。もうゴールだよ、もうゴールだよ。来んなよ、なんも。あ、来んなよ。あぶねえ、マジあぶねえ。ゴールして、早く。よし、オッケー。ここなんだ。ボンドロンドが言ってた遺跡ってここじゃないか。本当にあったんだ。ボンドロンドくんやりましたね。確かオーパーツってお宝が眠ってるってお話だったな。はっ！なら二手に分かれて探す。そう。俺は奥の方を見てくるから、お前はこの辺を探してくれ。うわ、わかった。ジバニャン欲しい、こっちに。ウィスパーあげるから。こちらにウィスパーだ。向こうにジバニャンかな、じゃあ。まずここ、まずここでしょ。しょ！あんまいらへんな。あんまいらへんねんな、この辺のもの。お！あ、何か落ちてる。だ、マックとかいうバカ。見逃すな、こんないいもの。これはきっとあれですよ。超古代文明によって作られたコースターですよ。昔の人はこれをコップの下に敷いて使ってたんで、ウィス。絶対嘘だろ。間違いないで、ウィス。あんなものコースターにするか？見とけ、ちゃんと、マック、ここ。お前、普通にこう、キョロキョロして通り過ぎてたら、ここのこと。え、こうやってポケモン出てくんのかな？ああ、ラッキー。ボンドロン何か見つけたにゃん？おい！歯型みたいなの出てきたわ。変な形、何かの飾りかな？は、これはもしかして、馬の蹄についてるあれじゃないですか？幸運を呼ぶお守りとして人気アイテムですよ。なんでそんなものが落ちてるにゃん？オーパーツと関係ないにゃん。
古代の人たちはきっと縁起物が好きだったのでウィス。そんなことあるかな。いやねえと思う。嘘しかつかねえから。何出るこれ。やったー。ちょっと待って。何？え、いけないことあるこっから。いやいや、誰しもがいけると思うんだけど。誰ここの設計したの？安藤忠雄？え、でもマックとかいうクソガキどこ行った？あんもしねえで。なんもしねえでどこか行きやがったあいつ。あ、あった。ボンドロンヌク何か落ちてますよ。おお、変なの来た。キラキラした石だ。でも変な形だな。これはきっと古代のアクセサリーですね。カラフルな衣装をジャラジャラと身につけていたんで、ウィッス。絶対に違うにゃ。なんですと？あははははは。いや、絶対に違うだろ、多分。いろいろ見つかったね。お前、心優しい女の子が言い方。素晴らしいで、ウィッス。きっとここでは昔、超古代文明が。おい、ボンドロンド。あ、マックの声だ。ちょっと来てみろよ、奥にすげえもんがあるぜ。なんだろう。行ってみるにゃん。いやー、なんもしねえあいつに言われたくねえな。かわいい。かわいい。いて、もう何してんの、バカ。あ、見てんだ、お前。殺すよ。いや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 。いや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 。ダメじゃん、この文明の力。え、この文明の力やばくない？大丈夫？ちょっと探索していい、この辺。なんもなさあげかな。いや、めちゃめちゃ文明の力じゃん。何これ？え？怖っ。何これ？森の中にあるにしては、あまりに近代的でウィス。すげえよな、まさかこれ全部が大パーツなのか？何者だ？な、パーカー？あ、パーカー来たー。パーカーチャンネル来たー。あ、ドリームをくれた妖怪だ。ドリームをくれた妖怪。いい名前だね。君たちはなぜこんなところに？俺たち、イカダで川を下ってきたんです。森で襲われた時は助けてくれてありがとうございました。ドリームがなかったら危ないところだったぜ。けど、あんたは何者なんだ？てるてる、パーカーくん。妖怪ウォッチを持ち、ドリームを使いこなせる君たちになる。君たちって言わないで。俺ね。俺、マックは切り捨てていいから最悪。話してやっても構わない。味方か、お前。おっとっと。ドリームを開発したこの私が、な。まあ、ジョブズだろうね。モデルは。にゃに？そうそう、そのお顔はもしかして。そう、よっぽどじゃ、元 CEO、スティーブ・ジョブズだ。ジョーズね。もう一個も隠してねえのかと思った。お、アデノイドの逆だな。妖怪ウォッチの生みの親とされた、でも確か追放されたんじゃ。あ、訳あって追放されたが、私はこのことで研究を続けていたのだ。その成果の一つが君に渡した妖怪ウォッチドリームだ。じゃあもしかしてこの大パーツって、ドリームの部品だったんですね。その通り、ドリーム開発時にできた試作パーツだ。まさかの展開でウィス。というわけで、恒例のあれ言っときますか？ミステリー！そうか！わかったぞ！ミステリー解決！あらあら、かわいい。ウィス。はい、オッケー。え、でんでくでんでん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 でんでく。はいはいはい。なんでオーパーツじゃなかったのか。でもなんでこんなところで研究をしているんだ。実は探し物をしていてね。探し物、お宝か。それは。ところで、いやいや、教えてって。ところで君たちはこの町に落ちた隕石の噂を知っているかい。ああ、懐かしいそれ。噂は知ってるけど、あれは隕石なんかじゃないぞ。そう、その通り。あれは隕石なんかじゃない。本物の UFO なんだ。私が探しているのはそいつだよ。あの UFO には様々な謎があってね。その謎を調べるために、ここで研究と調査をしているというわけだ。UFO の話って本当だったんだ。だから言ったじゃねえか。UFO はいるんだよ。とはいえ、謎も多く、まだ分かっていることも少ないが。な、すっごい笑顔で。よかった。まあいいか、子供というものは純粋だな。だが彼らならば、あるいは。まあ味方なんだね。終わったし。サク、シュウガ。マルダ、次の Wi-Fi だけど。カクリ、僕の見解を聞きたいかい？別に。マック、あれって。あ、UFO だ。ついに見つけたぜ。ウィスパー、空飛べるんだから捕まえてくるにゃん。んな、無茶な。次回。UFO の謎を追え。お楽しみに。
実に楽しみだね。はいはい、それじゃ次の捜査に向かいましょう。七尾って演技うまいんだな。